やってない人は。あらあら、声の小さい3人が、小声三重士が揃いました ね渡辺理香、渡辺理沙、そして小林さん、小林理沙、はい、原田への一言お願いします。たまにうざい。81デシベル見事合格。早い早っ。そしてたまにうざいって言われて原田は向こうでリアクションもなんかもうんって。花粉31デシベル不合格。スイーツ何食べたい。プリン。プリン。プリンもあとねわずかですから。ちなみに今のプリンが36デシベルなので、小さな寝息入れ。小さな寝息お願いします。猫。71デシベル不合格。これは今日帰れねえな。これはやばいですね。箱の中身はなんじゃろな。これ結構声出ますよね。出ますね、まあ、これは多少まあちょっと怖かったりするかもしれないですけど、まあじゃあまずはお題行こうか。この中身こちら、はい、言わないでくださいね。中身言わないでね。さあ箱の中身はさあいいですよ。もう89デシベル言ってますよ悲鳴で。ちなみに小田さん何だと思いますか。ドライアイス。あれ寒い。あれ違うんじゃない。一回下の方に触って。もうやだ、ほんと怖い。そんな大丈夫です。89デシベル。84デシベル。つけましたね。面白いでしょ。すごい。もっと前進んだ方がいい。一回進む前、覗いてみ。中に水面が。84デシベル見事合格。面白いでしょ。怖かったね。声出たね。汗出た。汗出た。すごいよね。そう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 。あ、いいじゃんいいじゃん。しゃべんで。うわ、これ。ちょっと。こいて。見事合格。痛い。あとちょっと、あとちょっと、あと2で締めるもん先生。起きた。先生、今のどこが悪いんですか。まあ、親指なんでちょっと頭押してみました。頭が悪いはちょっとなんかおかしな感じ。自分ヒストリー。いいコーナーですね。だってそれぞれの幼少の頃とか知らないですから。そうなんですよ。多分でも今回その誕生日の子、はい、今すげえ顔してますよ。もう分かりますか。もうバーッとみんな笑顔でうんなのに一人だけど、はい、お母さんおかしいな。
早速この4月のお誕生日のメンバーなんですけども、長澤くん。はい。お。これから私の19年間の歴史を皆さんに紹介していきたいと思います。まず一つ目がこちら、4月23日山形県に生まれる。その時の写真がこちらです。おお、かわいい、かわいい、かわいいじゃん。小さい頃の私はすごく寂しがり屋で、お母さんにいつもくっついていて、うん、そんな時に私が起こしてしまった事件がこちらです。ほら、幼稚園の先生ひっかき事件。おっと。毎日お母さんに幼稚園まで送り迎えしてもらっていて、うん、帰る時嫌で先生の顔をひっかいてしまって、あら、で眼鏡を壊してしまって、ちょっと手のかかる子だったんかね、はい、うん、友達にその時に言われた言葉が、ななこちゃんって変わってるね。早くね、5歳の友達がななこちゃん変わってるね。続いて幼稚園の年中の時にある習い事を始めます。幼稚園なんだ。バイオリンです。おー、そうか、バイオリンね、うん、いやいややってたんですけど、やった、中2まで粘り強く続けてきました。うん、かわいいじゃん。かわいい、すげえ。え、小学校1年生ちゃんと弾けてんじゃん。すごいね。お見事。ああ、すごいすごい。すごいわ。この今映像見て、うわいいじゃん、かわいいじゃんと思って、パッと横見た時にもう地球の終わりみたいな感じ。そんな私が中学生の時に頑張ったことがこちらです。うん、中学生の時。駅伝大会に学校代表として選抜。すごいじゃん。長距離は得意で選抜に選ばれたんですけど、うん、貧血がひどくて何回も諦めようとした時に、諦めそうになって病院で手伝いを注射。これいやいや、いるかな、そのそれにめくりいるかな。続いて、うん、同じく中学生の時に人生の転機が訪れました。おっと、中学生の時に AKB48 との出会い。2011年もうすごい AKB が流行っていて、これぐらいからやっぱアイドルとかを意識するの。はい、この頃すっごい地味だったんですけど、うん、ちょっと憧れがあって、うん、中2の時に SKE48 のオーディションを受けようと思って写真を送ったんですけど、うん、お父さんに出てけって言われてそれで高1か高2の時にチーム8、うん、山形県で、それは最終審査で落ちちゃって。最終審査まで行ってんじゃん、知らないんだよみんな。高校3年生の時に欅坂46のオーディションに合格。そっかそっか、夢を叶えてるわけだね、ちゃんと。すごいね。いや、すごいよね。素晴らしい。うん、そのオーディションはどこ行ったの？東京っていうのに行くのもお父さんには言ってなくて、また出てけって言われて。うわ、今はお父さん？今は CD 買ってくれてたり。お父さん、もう今はもう応援してくれてるんですね。じゃあ長澤君、その19歳の子の意気込みをちょっとお願いしますよ。うん、これから自分の立ってる位置の意味とかしっかり考えて精一杯頑張っていこうと思います。あ、いいね。最後笑顔がよかったね。